UWF 以来の高田選手との対戦なんですが、どうでしょう、久しぶりの戦いなんですけど。そうですね、最後にやったのはもう、どのようになるのかな、もう10年近くかい？10年までは。いつ頃だろう、あんまり、覚えてないんだよね。で、まあ、昔とね、今じゃその、まあ、力も違うだろうしね、まあ、全然、まあ、参考にはならないからね。まあ、初めてね、戦うような気で、言います。今日、旗揚げ5周年記念のスペシャルマッチとして、UWF 以来の藤原選手との試合なんですが、そうだね。まあ、もっと前に、こういうカードがあってもよかったし、あるいは、もう永久にね、なくてもいい戦いですし、あるいはもう少し先にあるかもしれなかったものが、あえてこう、5月のちょうど50年に、こういうものがね、出てくるっていうのは、まあ何かの、因縁というか、まあ、不思議ですけどね、まあ、それと同時にそういうことはもう今言ってられないんで、また一歩一歩、階段を上がっていく、そのステップとしてね、今日の試合は絶対落とせないということですね。UWF インターナショナル5周年記念スペシャルメインイベントを行います。藤原組組長、藤原義明入場。UWF インターナショナル高田信彦入場。5周年記念スペシャルメインイベント60分一本勝負を行います。青コーナー藤原組組長230パウンド藤原義明、赤コーナー UWF インターナショナル230パウンド。
Give up! No!
まずはおめでとうございます。ああ、どうもです、久しぶりの藤原選手との試合、振り返ってみていかがでしたか。いや、なんか昔を思い出しました。はい、その昔、UWF 旗揚げしてから5年という月が経ちましたが、この5年、振り返ってみていかがですか。いや、今日も藤原さんと、もし試合するならもっと前にできてたはずですしね、もっと先になったかもしれないし、永久にやることはなかったかもしれないし、それが旗揚げ5周年の丸5年の5月にできるというのはね、なんかこう因縁深いという気がしますけど、はい、さて、これからまた新たな戦いで、次は WAR より嵐選手、天竜選手、そして新日本プロレスから藤浪選手、そして内部からゴールデンカップスの安城選手も高田さんと戦いたいと、名乗りを上げているわけですが、そのことについては。いや、もうとにかくね、一個一個、一個一個、クリアして、勝負していきたいと思ってます、はい、それでは最後にこの5年間、UWF インターナショナルを応援してくださったファンの方に一言お願いします。どうもありました。高田伸彦選手に盛大な拍手をお願いいたします。ありがとうございました。
久しぶりのシングル対決だったと思うんですけれども、はい、まあ、残念な結果に終わってしまったんですが、今のお気分というか、ああ、そう聞かせてください。お気持ちいいようなね、反対にね、ダメだな、あのね、まだあの頭がね、肘のにばっかりって言ってたね、昔なんか、なんか教えた通りにね、やりやがってね、今度は6月30日にはまた昔の弟子の安城選手とのそうですねシングルマッチもあるんですけど、安城にはねこれまた楽しみだ、今日みたいにはいかないぞと、はい、しばらく無理でなんかこう気合が入ったしかない、まあ、彼も今随分芸風というか変わってしまったんですけれども、どんな試合が、まあ基本はねできてるからね、はい、うん、何やってもいいわけだけどね、ちょっとあいつはどういうんだろう、許せないというかね、そのなんだろう、舐めてるというね、あんなことね、するのはね、10年早いと、もう次は、はい、めちゃくちゃにしちゃいますね、ただでは動かない。小田さん、改めて藤原選手の、まあこれは今日は 長い試合になりそうだなと思ったんですけど、まあいう結果になって、まあ、勝てたことはいいんだけど、楽しみしたんでね、ある意味で、まあ僕としてはあっけなかったな、あっけない終わりだったなと思うんですけど、まあでも取りこぼしじゃなかったんで、この部分はね、よしとします。まあ今藤波さんとか名前出ましたけど、やっぱりタイミングはね、今回合わなかったってことはもう縁がなかったって気がしないでもないんですよ。やっぱり何でもタイミングだから、まあ、そういうものを追っかけるつもりは全然ないし、だからタイミングさえ合えば、いろんな条件が整えばってことですから、僕は別にそういうリングで言われたけど、そういうねものを期待、まあ期待してなくはないけども、追っかけてるってことは全くないんで、縁がないか流れてそれはしょうがないなと思うんですけど、まあ天竜さんに関してはやっぱり非常にハートがあり、こう前向きにこういうものをゴールというか成し遂げようという思いが伝わってきますし、それは僕もそういうものを返してというか、そういう態度で示していきたいなと思ってますし、まあ、それだけの実績を残している人たちに、